土佐藩出身の幕末の英雄坂本龍馬、高知市にあるゆかりの深い旅館がたくさんのファンに見守られながら営業を終えました。生前坂本龍馬が暮らした屋敷の跡地に立つ旅館、龍馬の宿南水。最後の客を送り出した朝、催されたセレモニーではたくさんの花束が贈られました。割れんばかりの喝采、多くの人に愛されてきたようです。南水さん、万歳。南水さん、万歳。最後に南水さん、最高。1999年に経営を引き継いだ社長の宮村浩二さん、体調の悪化と後継者がいないことから閉館を決意しました。もともとは龍馬の生態地とかいうことを知って、父親がこの男性を購入したということじゃなかったです。先代の父が南水の経営を始めたのは1982年。その時はここが龍馬の屋敷の跡だとは知りませんでした。史実が分かったのはおよそ12年後。それからは数々の著名人も足を運ぶようになりました。会食でお越しいただいた布袋さん、高知って言ったら龍馬やなと。高知へ来てみて、初めて、龍馬に対する気づきと関心を高めることができた。ロビーに設けられた龍馬サロン、龍馬が新婚旅行のことを姉に伝えた手紙などが展示されています。龍馬の世界に浸れるこの空間はこの旅館の大きな魅力の一つです。しかし、長年の利用客にとって本当に大切なものは別なところにもありました。今日は同じような思いで大勢の方がおいでになるようでございますので、お会いするのも久々でございますからね、楽しみでございます。そういった場所でもあるんでね、なおさら残念な思いでおります。僕たちがいつもここに来て、いつもここからスタートしてたのは、本当に亡くなるっていうこと、南水の最後にね泊まれたっていうのは、やっぱ来れたことも幸せだし、もう南水自体にお世話になりました。どうもわざわざありがとうございました。要は自分のことじゃなくして、藩のことじゃなくして、日本という国づくりというものを奔走された、大きな、ここからも持ちながら働きを示された、偉人。旅館としての役割を超えて、全国の龍馬推しの待ち合わせ場所だった南水。今後どうなっていくのかは現時点で決まっていません。いきます、では行きます。はい、龍馬。現時点ではどのようになるか決まってないということなんですけども、宮村社長は龍馬サロンなどを残すなど、龍馬ゆかりの宿としてこの施設を受け継いでくれる相手を模索しているそうです。本当に推しで存在が自分の人生にとっても活力にもエネルギーにもなるし、その推してる人が同じ人同士が集まるとすごいやっぱり話止まらないですよね。でその話す場所がこうやって龍馬ゆかりの地っていうことは、皆さんにとって大事な場所だったんだなっていうのがこの VTR でもすごく伝わってきましたし、ぜひね、この存続していただきたいなと思いますので、受け継いでくれる相手がどの方になるのか、続報をねちょっと気になりますので待ちたいと思います。